はい、続いて、60代男性の方からの質問です、はい、ラテンダンスの緩急ってどうやってつけているのかな、うん、腕、体幹、足元を、悩んでいるので教えてください。あ、難しいねという質問です。まあ、全部難しいよね腕、体幹、足元、全部一つには絞れないですね。一つではないですよ。これ緩急つけるというのはですね、相当なダンス力が必要です。はい、やっぱりそのこの波ね、あの抑揚なんですけども、このすごく力を入れるところとそうじゃないところのこの差を作るというのは両方できなきゃいけないんですね、もちろん。でこの、特にこのね、抑揚のこの下の部分、ここを踊るには相当な精神力と表現力が必要。そうですね、あの緩急のこの緩いの方ですね。そうそうそう、緩いの方っていうのは実は緩めてるんではないんですよ、実はスーパーフルパワーなんです、逆に、どういうことってお思いになるかもしれませんが、どうでしょう、これもやってみます。人間はあれですよね、はい、こう思いっきりバンってやるのって結構簡単なんですよ、何でも力をボンって出すのは簡単で、でもボンの中でクッてこう抑えるようなものってすごくエネルギーがいることなんですね、なのですごくその緩急の緩の方が難しいと思います。ダンス力必要です。まあ、これもちょっと後でやってみましょう。例を取ってお見せいたしますね。そうしましょう。はい、それでは緩急についてちょっとやっていきたいかなと思うんですが、はい、まあ、多分ねサンバとかリズム系の、種目で表現した方が分かりやすいと思うので、ちょっとこれはサンバのステップをね使って、私がやってみたいと思うんですが、ちょっとやってみます。でまず一つ目はですね、緩急をつけずにちょっと踊ってみたいと思います。はい。いきますね。はい。バリエーションでいきます。タ、あ、ドゥン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 。はい。これも普通にノーマルにサンバを踊ったんですが、はい。これちょっと緩急つけて、ちょっと危ないよ君。はい。はい。いきますね。せーの。こういう感じ。あー難しい。すっごい疲れる分かりましたか、はい、今、どこでつけたかというと、まずここですね、この決めるポーズのところで、フルパワーを使って決めます。でこの後のこのボルターのところです、ここ、これが緩いところなんですよ。決して休んでるわけじゃないですね、体の中でちゃんとボルトのアクションも行ってますし、ヒップもちゃんと行ってますが、ソフトに表現しているんですね、もう一回やってみますよ、こう、タンタタン、これがタンタタンになってしまうと、音楽表現としてはあまり面白みがないかなと。次のインパクトが出ないですね。そういうことですね、はい、ここを緩めるからここ次のホイスクが生きてくる。このホイスクもブン、ザザン、バン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 って変えてもいいですし、これノーマルにやってしまうとこうなんですが、ズンパパラ、1回目と2回目を変えても大丈夫ね。スピードもチェンジしてますね。スピードチェンジもしてますね、緩急をつけるというのは、スピードの変化もあります。だからまあ音にずれない程度に溜めて、その分その音を早くしないと出ない。そうですね、つまりあれですよね、はい、缶のところはエネルギーをすごく使ってるってことですよね。そうですね、コントロールしてるってことですよね。コントロールしてるっていう、エネルギーをフルパワーで使いながら、そういうふうに力強くやってるように見えないようにコントロールしている。だからダンス力が必要なんですよね。なのですごく難しいですね、はい、まずはフルパワーでガンガン練習して、でこうエネルギーここ抑えてみようかなみたいな、そういう練習方法がいいと思います。最初から緩めるとね、こうボディが怒ってしまうと、次のパワーがゴンって出なくなっちゃうので、これも必要、これも必要、はい、
これはもうすごい必要、あの力も必要ですし、はい、ここダンス力すごい必要です。ダンス力、エネルギーが必要、ね、だこの緩急つけるのはやっぱり例えば手をつないでない時、2人でねシャドーポジションで踊る時もお互いに打ち合わせが必要です。これは、うん、フィーリングはやっぱり、あ、そうですね、人によってね違いますから、はい、私はここ緩めたいんだけど、あなたはここでフルパワー使ってるけどってなっちゃうと、それはね一つのダンスとして、作品としてね、はい、あのバラバラになってしまうので、しっかり打ち合わせ、ここはフルパワー、ここはじゃあ緩めよう、ここはフルパワーでいこうって、こうやって打ち合わせが、うん、これはね必要ですね。必要です。バリエーションとかの場合はね、僕たちもね、はい、実は打ち合わせしてましたから、はい、こっそりとねこっそりと、はい、なので皆さんもねやってみてください。大丈夫でしょうか。はい、はい、はい、続きまして50代女性の方からということで、うん、現役の時と引退後で練習方法など変わった点はありますかということですね。うん、うん、どうでしょうか。そうですね、まあ、練習量は、まあ、踊り込みをしなくなったぐらいで、うん、そうですね、うん、特に変わった点でもあるか、うん、ちょっとか、私はちょっと違うかな。やっぱりそうですね、うん、競技会の時ってやっぱりその主催者の方から用意された音楽で踊りますよね。競技会っていうのは自分で用意した音楽じゃなくて、うん、なのでスピードも向こうに合わせなきゃいけません、うん、だけどまあ引退後、まあ、ほとんどショーとかデモンストレーションの、うん、まあ、お仕事がメインとなっていきますので、まあ、そういった意味では自分たちの好きな曲で好きなテンポで踊れるというのがありますね、うん、逆にそれで表現力がさらにこう深まるというか、うん、そういった点ではやっぱりちょっと違ってくるのかな、はい、僕たちの中ではね。変な話、より自由に踊ってるというか、うん、また違う楽しみや喜びがありますね今。そうですね、はい、まあ、僕らも決してダンスをねやめたわけじゃなくてね、ずっとずっとこれからもダンスを続けていきますけども、そういった意味では結構自由になったかなという感じはしますね、うんうんうん、そんなところでしょう。はい、そうですね、ね、はい、はい、では続きまして、50代の男性の方から、はい、年齢を言い訳にしたくないのですが、うん、若い方のフットスピードにかなわないと思ってしまうのが悔しい。あら、筋力アップ、いやいやパワーじゃダメなので他に早く見せるコツとかありませんかっていうことですね。なるほど、うんうんうん、どうでしょうかねこれは。そうですね、基本的には筋力必要です、うん、これはもうしょうがないことですね。そうですね、やっぱり競技会ですからね、はい、パワーというものはやっぱりどうしても必要になってくるんですが、はい、どうでしょうかこれ。そうですね、他に見せる、早く見せるコツ。でもねやっぱり筋力って、うん、いくつになってもトレーニングでつくんですよ。本当に90歳の方とかが筋トレされると筋肉つくんですね、うん、なので諦めずに私は筋肉をつけてってほしいと思います。そうだ、うん、そういうことですよ。あとでフットスピードを速くする方法をお見せしますので。はい、あんの？はい、あります、あります。私の秘密の練習法が。やった見せちゃう？見せちゃう。うっそ、うん、特別に。じゃあ見せちゃうぜ、うん、じゃあやってみましょう。はい、はい、続いてフットスピードです。どうやったらフットスピードが速くなるのか、うん、それをこう筋力を使わないでできるコツはありますかっていうことだったんですけれども、うん、今日は特別に私の秘密の練習法を教えたいと思います。大丈夫か？うん、必殺スリッパ、うん、これを使って練習します。あ、そう。どうやってやるのかってちょっと見せますね、はい、秘密の練習法。私もこれよくやったんですけど、やった。スリッパを置きます。そして
ちょっとルンバウォークの時に、まあこうやってフットスピードをあの速くするっていうことでね、まあこう足のつまり抜きってことですね。足の抜きのスピードをこう速くするように練習したいんだけど、どうしてもこの足が速く出ないっていうお悩みだと思うんですよ。うん。これを速くするためには、このスリッパを蹴るという練習法があります。おう。こうやってきたら、これでですね、自分の前にスリッパを置いて、これをシュッって蹴るんです。本当にこれが、私よく自分の生徒さんにもやってもらうんですけど、びっくりするぐらいスリッパが飛ばないんですよ、皆さん。で、こうやってやったら、ね、皆さんね、はい、じゃあこのスリッパ ね、蹴ってくださいねって言うと、はい。って、こんぐらいなんですよ。で、これって相当足に力が入ってないっていうことになります。サッカーみたいに、サッカー選手とかもやっぱり相当ね、この足、フット、レッグとフットのところに力を入れて、うんってこうやって思いっきり、蹴ってると思うんですね。やっぱこの今スリッパを蹴ったようにシュッってこういうふうに思いっきり蹴るつもりでシュッってこう足を出すとですね、すごくエネルギー、ちょっと小田先生もやってみて。え、俺もやんの？うん、うっそ。うん、いきましょうか。力入れてやってみて。そう、こうでしょ。うん、さすが、すごい勢いで飛んでった。そうなん、足強いね。あ、そう。そう、結構ね、これみんな飛ばないんだよ。いや、飛ばないんだね。あ、もうなんか見たことある、チラッと。そうそうそう。なんかスリッパ蹴ってんな、全然飛んでないなと思ってた。そう、結構みんなね、なんか結構こう、ヒョロヒョロみたいな、こんな感じなんですよ。こういう感じなんですよ。なんかパーンとか言って、端っこに当たってバンって音が出るぐらい。うん。までこう蹴って足がスパスパ出るように、まあ、そのスピードを出すにはやっぱり絞りですよね、その前の絞り、うん、だからその野球にしてもゴルフにしても何でもそうなんですが、うん、ね、絞りからのスピードだと思うんですよ、うん、絞りからのスピード ね、だからこうサンバとかでこう足をねカーッてフリックするとか、うん、そういうステップありますけども、うん、その前のこの絞りがあって、その雑巾をねこっちに絞、こっちか、こっちに絞ったらこっちに絞り返す力、うん、いいですか、こっちからこっちですよ、みんなね、こっちはできるんですよ、だけどこっちがない、うん、こう絞ったらこっちに絞り返すの、うん、こっちからこっち、そこでスピードが生まれるっていうのはありますね。だからこれはやっぱり、うん、そこそこ筋力は必要ですね、うん、うん、足じゃ、ね、だけじゃなくてボディもってことだよね。全身で、全身の、全身でです、うん、フットスピードは、うん、ね、とりあえずスリッパでまず練習してみてください。まずそこですね、はい、スリッパ蹴るにしても絞ってからウォークしてズドンって蹴ると、うん、フットスピードはやっぱりズドンズドンっていきますね。ズドンズドンといいね、いいね、うん、よろしいですか皆さん、はい、やってみてください。はい、それでは続きまして60代男性の方からですね、競技会でパートナーと視線が合うタイミングを合わせられる、うん、けれど違う方向を向く、相手自分がターンするなど、視線が外れるときにタイミングがずれてしまうということです、うんうんうん、要するにうまく合わないってことかな。そうだよね。お互いが、つまり目が合ってる時はタイミングを合わせることができるけど、うん、そういうことね、視線が外れて、多分サイドバイサイドとかこう、うん、目が合わないポジションに来た時にタイミングがずれてしまうっていうことですよね。そういうことなんでしょうね。多分そうだと思うんですけど、うん、まあ、サイドバイサイドとかでこう本当に向かい合えない時って結構ラテンではあると思うんですよ、うん、結構多々出てきてバリエーションとかになると、ね、うん、特にこう出てくるんですけれども、やっぱりその、まあ、もちろんねカウント通りにきちんとカウントを守って踊るっていうのもあるんですけれども、見てない時も意識するっていうことが大事ですね。あ、そうですね。肩越しとかこういうふうに、うん、これこう相手のこう動きとかをこうなんて言うんですかね、そう感じてますね常に、うん、特に女子はこうこれもやっぱり表現力ということですよね、はい、もうこう向いてんだけどこっちに人をこう感じているという、うん、うん、ピッと決してこう見るわけじゃなくてそうですね、ダイレクトに見てるわけじゃなくて、うん、手は離れてるけどこう見てるみたいな感じ、人がいるな、あ、パートナーいるなっていう、これでこうタイミング合わせてる感じがね、うん、はい、大事ですかね。ちょっとやってみますか。
やってみます？はい、はい。やってみましょう。やってみましょうか。うん、目線が外れてしまうとタイミングがずれてしまうというお悩みにお答えしたいと思います、うん、はい、さっき、まあ、あの目線が外れてしまうっていうのは、まあ、目線向き合ってる時はね、まあ、大丈夫だっていう話ですね、うん、大丈夫だって話なので、うん、まあ、そこはさておきですね、うん、多分目線が外れるパターンっていうのはあのラテンにはすごくたくさん出てくると思うんですね、うん、例えば、まあ、ファンポジションか、じゃあもうちょっとこっちからいきます、そっち側に出ていくので、うん、はい、はいはいはい、ファンポジションからチャチャですか、これルンバですか、チャチャチャのサイドバイサイドのところに行ってみたいと思います。例えばここから、はい、2,3,4,1、 例えばこういうステップがありますね、はい、こうなった時点でもう見えないです、お互いがね、うん、どこで何してる、ね、あ、男性見えてますね、はいはい、でも女性はもう特に見えないことになります、はい、でこういうところで例えば9番ブレイクをするとしますね、悪い方から行く、悪い方から行きましょう、はい、せーの、 2,3,4,1、 はい、こんな感じ、はい、はいはい、こういう時にタイミングがずれちゃうんじゃないかなと思うんですよ、うん、はい、でじゃあこういう時にどうやってタイミングを合わせるかってことなんですけど、うん、カウントはもちろん合わせるもちろんのこと、女性はもっともっと男性を意識することが大事です、ちょっとやってみます、男性もね、女性を意識することが大事ですからね、はい、では行きます、せーの、 2,3,4,1、 あ、いけない、はいはい、せーの、2,3,1,1、こうするだけでですね、全然また一体感も出ますし、それから足の男性が足を運んできているタイミングも全部見えるわけです、はい、こうやって、うんうんうん、ですからもし万が一ね、男性がちょっとイレギュラータイミングなんかを使ったとしても、パッと見てこう合わせることができるわけですね、うん、ちょっとこう表現してね、うーって溜めてきて、例えばうーん、いつ出るかなってこういうふうに合わせられます、ね、私たちにもカウント数えてないですけど、うん、こんなように簡単に合わせることができるんですね、そうですね、はい、どんなポジションにいてもこういうふうにやっぱり肩越しとか、ね、どっち向きでもいいです、右側でも、ね、はい、意識はしていい、意識をするっていうこういうアテンションをね払うってことがタイミングを合わせるコツですよ、そうですね、うん、うん。